デュランダルさんとキアナちゃん。昔のようにか。本当にメイ先輩にしか口にしない言葉だよ。心配しないで。ちょっと変わった形になるけど、ウサギとしての責務がなかったとしても、私は申請者を見捨てられないの。全てが終わったら、一緒に戦います。ゼーレ、目的地に向かっています。艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？これ以上お姉ちゃんを傷つけさせない。
委員長。キアナ、あんたも感じたの？うん、かすかだけど、あれは退去研究を習得した人だけが持ってるエネルギーの波動だって確信できるよ。そしてそれはここからずっと離れてる下の方から来てる。やっぱりお祖師様は、うん、フカは今苦戦してるんだと思う。だから式の律者は先に離れたわけですね。私たちがついていけないんじゃなくて間に合わないって思ったのかも。確かに委員長の状況は楽観視できないけど、ケビンなら、彼がまだ私の知ってるケビンなら、戦いで意思を示すことが彼の狙いなのかもしれないわ。とにかく委員長のことを放っておけないよね。ええ、戦いで示さなければならない何かがあるなら、私たちもその一員になりましょう。それなら急いで行動しよう。グズグズしててもいいことはないよ。待ってください。行動する前に去るかとどまるかを決める必要があるとブローニャは思います。私はブローニャさんに賛成です。まだ予兆はありませんが、一方的にニューアトラの聖魂覚醒者をヨルムンガンドに利用させるわけにはいきません。それにここで支援する人も必要です。ブローニャお姉ちゃん、私が残るよ。私はニューアトラのみんなと仲良くしてるし、何か緊急事態があった時に短時間で彼らをまとめられると思うの。それに私の漁師の海の信号はキアナの力やデュランダルさんの趣味消しに識別されやすいみたい。戦場の通信兵みたいでしょ。ええ、そうですね。でもゼーレは普通の通信兵ではなく、みんなを見守る灯台ですよ。それじゃあゼーレ、あとはよろしくね。うん、頑張るよ。とにかくゼーレも気をつけてください。例えばあのハイヘビには危険な個体がいくつもいますから、警戒が必要です。うん、分かってる。後ろは私に任せて。今一番大事なのはフカさんのいる場所へとつながる道を見つけて彼女を助けることだから。はい、でも道探しの件に関してはブローニャたちが話してる間にキアナが黙々と。
ああいう攻撃を回避できる道は見つかりそうですか？わからない。でも少なくともわかってる事実がある。私たちがいるこういう世界は終焉の力のせいで地球よりもずっと複雑で危険かもしれない。では比較的安全な方向はありますか？あるよ。でも目立ちすぎてむしろ怪しく感じる。怪しいですか？うん。私たちのすぐ近くにある。もっと正確に言うと、このエレベーターの下の通路なんだけど。私たちを乗せた台のこと？私の記憶が正しければ一定の距離しか上下移動できないと思うんだけど。そうでもありません。この構造を見るとより奥の場所につながっていることも考えられます。どうやら目に見えてる罠でもチャレンジすることを諦めるべきではないようですね。それなら何かできないか、このエレベーターのプログラムをハッキングしてみます。作業が終わるまでみんなは近くで他に行けそうなルートはないか探してみてください。わかった。もう一度試してみたけど、やっぱりこの周りの空間はめちゃくちゃだ。ただ待ってるだけっていうのも嫌だし、他の人たちの状況を見てみようかな。わあ、深すぎるよ。ここで誰かに落とされたら、きっとあの時と同じ。いや、もう考えないでおこう。テュランデル、そっちに何か新しい発見はある？いえ、ですが気になることが一つあります。もしエレベーター自体が下へとつながっているなら、どうして今まで2つの層の間でしか移動できなかったのでしょう？何らかの力に塞がれていたか、起動方法が見つかっていなかったという可能性が考えられますが、それより私は誰かがそうしていたんだと思います。一理あるね。避難所もここからそう離れてないし。でも何度も調べたけど、そういう操作ができるような機能は見つからなかったんだよね。私はずっとデュランダルのことをパワー型だと思ってたけど、一緒に行動してみてあんたは何でもできるし、いろいろ知ってるって気づいたよ。え？いいえ、これは大して役に立たない推測にすぎませんし、問題を解決できるわけではありませんから。理屈を並べるよりも私たちに必要なのは問題を解決する力です。キアナさんとブローニャさんが今しているように。そうかな。そう言われるとなんだか恥ずかしいな。お互い頑張りましょう。今はブローニャの邪魔をしない方がいいよね。メイさん、キアナに聞いたんですが、そのメイさんには
大きくて赤いドラゴンがいるんですよね。ええ、そうよ。でも残念ながら今の私はまだ全ての力を回復できてないから、クリカラは召喚できないの。そうなんですね。じゃあキアナがみんなをフカさんのいる場所に転送するっていうのは。できるなら私もそうしたかったけど、虚数の視点から見るとこの周りの空間はまるで荒れてる風波みたいなの。それに私たちは委員長の正確な位置を知らない。軽率に行動してしまったらみんなの安全は保証できないかもしれないんだ。正確な位置といえば、ずっとあることを考えてたんだけど、月での最初の着地点にはかなりの違いがあるよね。例えばキアナちゃん、ブローニャちゃん、それから私自身はかけらかした世界の泡の中で目覚めた。そして私とスショウさん、デュランダルさんはニューアトラで目覚めました。クーちゃんたちも同じです。つまり委員長は、委員長は自らケビンのところに行ったのかも。だからこそ私たちが彼女を助けないと。それにケビンに聞かない限り永遠にわからない崩壊の真実もある。ええ、キアナちゃんの言う通りね。エレベーターの音だ。ブローニャ、成功したのかな。時間がかかりましたが、結果は悪くありませんでした。でもハッキングが成功した瞬間、自分のものではない力を感じたんです。それはエレベーターのコントロールプログラムのあらゆる面に存在していました。このエレベーターは紛れもなく罠です。でも私たちに他の選択肢はないのよね。はい。デュランダル、あんたはどう思う？相手が私たちを招くというのなら、その真意を確かめてもいいんじゃないでしょうか。やっぱり策を講じるよりもあんたは担当不快の方を選ぶんだね。エレベーターに止められるくらいならケビンに直接会う資格はない。相手は私たちにそう伝えたかったのかもしれません。わかった。じゃあ早く出発しよう。ゼレ、あとは頼みます。うん、任せて。もう来たんですか。どうしたの。下がり始めてからエレベーターは何らかの力に押され、プログラムによるコントロールから抜け出し始めています。なるほど。周りの空間が歪み始めてるんだ。やっぱり最深部に着くまで他の試練に向き合わないといけないんだね。まあそんなに緊張しないで。すでにこれ来たれば、これを休んずるべし。臨機応変に動こうよ。案ずるより産むが安し、でしょ？この小さなエレベーターとやらに、私たち5人を閉じ込めるなんて不可能だしね。あ、スショウさん、油断は禁物です。
フア、もういいんだ。君の意思は理解した。それはどうでしょう。戦闘はまだ終わっていません。君と死闘を繰り広げるつもりはない。周りを見てみるといい。困惑する必要はない。それらは最初からここにある。僕たちの母姫として時間の中に凝縮されているんだ。フア、スーと僕は今まで君に終焉に関する一部の真相を隠していた。休眠装置に入る君に終焉があらゆるものを壊したと教えただろう。僕たちは避難所から出発し、新たな文明を作ると。事実は同時に、君が約5000年前に目覚めた時に、新たな人類の文明はすでに芽吹いているとも教えた。しかしあれは奇弁に過ぎなかった。自分自身を慰めるための嘘でしかなかったんだ。人類の発芽は最初から一度だけ。二つの世代の違いは起点が始まった後の変化にしかない。それって私たちの5万年前のことでしょうか。ああ、僕たちの5万年前とライデン・メイたちの5万年前、人類の祖先たちは完全に同じ一組の存在だ。もちろん僕たち自身は対象外だが、それが終焉の力なんですね。ああ、それが終焉の力だ。星を輪廻させ文明を消し、あらゆるものが始まりに帰るようリセットする。終焉は時間そのものなんだ。だから剣をしまってくれ。君と戦い続けるつもりはない。君にとっても僕にとっても他の者たちにとっても何のメリットもないだろう。ケビン、
私は簡単には引かないと、あなたならわかるでしょう。君はテレサと似ている。学園長と？少し前に僕たちは戦った。心配はいらない。今彼女は夢の中で眠っている。成婚計画が成就した暁には、彼女も君たちと同じように神聖した世界で自由に生きることができる。君たちに力はない。もちろん僕にもないんだ。私の力でこの時代の人々が自分の信念を貫くために何をするかをあなたに見せましょう。実現しがたい信念のためにそこまでする価値はない。それに彼らの行く先も決して明るいものではない。ケビン、私にとっては誰だって同じです。行く先などはっきりと見えません。決して明るいものではないのです。5万年前の私たちだって、見た目しかない力と実現しがたい信念だけで文明の火種を今につなげたでしょう。私たちができたなら、私たちが守った彼らだってできるはずです。しかも私たちよりずっと上手にできると思います。不安、口で言っただけでは証拠にならない。分かってます。ケビン、私の戦友だからこそ、この負荷はあなたの敵になります。わかった。それが君の選択なら、来るといい。不可。この一戦が君の行き止まりになるようなことはしない。不可。約束しよう。君は崩壊のない世界にいることになると。そして君が信じた者たちも最善の結末を手にする。
君の手で過ぎ去った僕たちの時代にふさわしい墓石を選んでくれ。君ならこの剣に触れないと思っていたんだが。それはどうかしら。だって勇敢な少女を嫌う人はいないでしょ。百聞は一見にしかずって言うけど、この虚数空間とやらには奇怪なことが数えきれないくらいあるんだね。いきなり湧き上がってくる黒い炎、着地できないエレベーターと急に変化する空間、あんたたちが意味恐れるあのケビンにここまでの力があるとは。お祖師様が5000年も修行したなら、ケビンは5万年間もずっと励んでいたんだね。全てがケビンによるものだとは思えないわ。少なくともヨルムンガンドにいた頃に私が見た、聞いたケビンは、こういう空の律者を超えるような力を見せたことはなかった。メイ、それは違うよ。私が最近読んだ推理小説には、こういう一文があったんだ。それがいかに奇妙なことであっても、すべての不可能を消去して、最後に残ったものこそが真実なのだ。ってね。師匠さん、その言葉は証拠がまだ十分に揃っていない現状にはふさわしくありません。え、そうなの？はいはい、重要なのは誰が私たちをここに閉じ込めたかじゃなくって、前に進むためにどうやってここを突破するかでしょ。私たちが迷宮にいるなら、出口を見つけ出せば問題ないよね。そして最も効率的なやり方は、手分けして探すこと。先に出口を見つけた方が、他の人たちに教えるの。でも、私たちが本当にそうしたら、敵の思うツボかもしれない。どこかのおバカさんの話に口を挟もうと思いましたが、どうやらその必要はないみたいですね。しかしキアナさんの言う通りです。ケビンの仕業かどうか分かりませんが、その目的は私たちの邪魔をすることです。そして何度も私たちに選択肢を与えたのは、もしかしたら括弧撃破という戦術的な意図を隠すためなのかもしれません。そうね、
絶対に必要という場面でなければ私たちは一緒に行動するべきだと思うわ。ええ、それなら完璧な戦力を保証するためにこの虚数空間での戦闘は比較的先方に向いている私と須匠さんが対応しましょう。3人は阿吽の呼吸で連携が取れますから本当の強敵と向き合うまで力を温存した方がより戦力を生かせるはずです。ここは世界の泡にある地球の中心を通り抜けることができる若トンネルを思い出してしまいますね。でもその原理に類似点はあまりないのでしょうか。やっっ、迷宮とはいえ静かすぎるよ。道に罠もなければ曲がり角から現れる怪物もいない。大丈夫キアナ、楽勝だよ。確かに強い敵ではありません。即戦即決といきましょう。この刺客たちは人の体を持ってたのに倒されたら霧のように消えちゃった。ここがブローニャたちを閉じ込める特殊ステージなら先ほどの敵はいわゆる NPC でしょう。つまり彼らはこの空間自体の一部であって独立した存在ではないかもしれないという意味です。何か結論を出したければより多くの証拠が必要ですね。大したことはないけど、この刺客たちは本当にキリがないよ。もしブローニャさんの推測が正しいなら、彼らは確かに崩壊獣のように尽きることのない存在なのでしょう。う、
聞いただけで疲れてきたよ。やっぱり早く出口を探そう。心を鞘に利権を培う。おかしいよね。だいぶ歩いてるのに出口に関する手がかりが少しも見つからないなんて。まるであの人形たちの手で支配劇場に引きずり込まれたみたい。私もオットー主教に連れられて共に支配劇場に入ったことがありますが、ゲニウスの統計データによるとこの迷宮は支配劇場ほどの規模ではないようです。支配劇場というより無限回廊の方が近いと思います。無限回廊？アインシュタイン博士からその話を聞いたことがあります。第二次崩壊の戦いでシーリンは無限回廊という閉鎖空間を作り、キアナの両親を閉じ込めたそうです。確かその時はあらゆるエネルギーを集中させ衝撃を与え、トンネル効果を用い攻撃を空間の外側ににじませ、無限回廊をシーリンから引き剥がして解決したとか。暴力で窮地を切り抜ける。古の楽園にいたある英傑のことを思い出したわ。彼のおかげでたとえデータ空間に閉じ込められたとしても、全力で空間自体を攻撃すればほころびを作り出せることを知った。とは言ってもこの迷宮が支配劇場、無限回廊、もしくは古の楽園のどれに似てるか私たちはまだ知らないわね。ええ、それにその三つとも全然違う可能性も否めません。単純で感覚的な言い方をすると、ここは完成された構造というよりむしろ自然な存在のように感じるよ。例えばここの空間は本当に無限に伸びるみたいで閉鎖的な感じがしないの。そうなると今までブローニャたちが経験したことも合わせて考えると、自然で開放的な空間であるここは自発的に成長するのかもしれません。つまりこの迷宮は私たちの足取りに合わせて新たな道を生成し続けているかもしれないってことよね。なるほど。なんだかブローニャちゃんと委員長が支配劇場で遭遇した状況に似てるわね。しかしどうすればその推測を検証できるのでしょう。異なる地点で何度もデータをテストしたり比較する必要があるのでしょうか。いいえ、必ず存在する抜け穴を見つけ出せばいいだけです。前に進むたびに道が伸びるなら、立ち止まれば道は伸びません。もしブローニャたちが今いる位置から果てより遠い場所に移動したとすれば何が起こる。でも私たちが前に進めば迷宮は、分かったよ。後のことはキアナに頼むしかないんだね。はい。支配劇場にいた時人形たちは階段を動かすことでブローニャと委員長を閉じ込めました。
あの時は時間がかかりましたが、今回はキアナがいますから、答えに直接触れられるかもしれません。うん、やってみるよ。私たち、元の場所に戻った？私に問題があったのかもしれない。もう一度やってみる。待って、キアナ。盲目的にやり直すより、まずは原因の分析をしましょう。空間が開放的だと感じ取れるなら、次は一歩進んで空間の形を調べてみませんか。今は無限回廊の時とは状況が異なりますが、迷宮が人を迷わせる一番の原因はその形自体にあります。確かにそうだね。今までの私たちは簡単な調査しかしてなかったから、何かを見落としてたのかもしれない。もう一度やってみるよ。キアナちゃん、少し休みましょう。でも、わかった。キアナ、すみません。キアナが頑張ってる間、ブローニャはずっと考えていました。そして考えた末に得た結論は、きっとキアナに問題があるのではなく、ブローニャの推測に間違いがあったのでしょう。ですがキアナが頑張ってくれたおかげで、ブローニャはこうして短時間で可能性のある真実を理解できました。おそらく迷宮ではなく、ブローニャたちに異変が起きているんです。もっと正確に言うと、ブローニャたちの頭上には移動する特殊な力場があるのかもしれません。その特殊な力場があるからこそ、キアナの空間能力を迷宮の外に展開させられないのでしょう。力場？どういう意味なの？今のブローニャの話し方は確かにストレートではありませんでしたね。もっと理解しやすい表現を使うなら、そうですね、電磁波みたいなものです。メイ姉さんなら電磁波が真空でも伝わる原理をよく知っていますよね。ええ、
変化する電波から変化する磁場が生まれ、変化する磁場からまた変化する電波が生まれる。電磁波はそうやって永遠と伝導し続けられる。つまり私たちのいる空間も電磁波のように自身の力で無限に展開できるということですか？しかしその場合、一つだけの有限で閉鎖的なループにはならないはずですが。はい、確かに説明が難しい現象です。自発的に曲がる力場は普通、安定した空間にはなりません。量子の海にある世界の泡みたいに、異なるタイプの力が互いに作用し合うような状況なら話は別ですが。互いに作用し合う、対極図みたいな感じかな。はい。天の道を立て、陰と陽とのたまう。地の道を立て、銃と剛とのたまう。人の道を立て、仁と義とのたまう。互いに均衡する二つの力があり、万事万物の存在は確立してるってこと。二つの力。何か思いついたの？ええ。全く違う二つの力が混ざり合うなら、もしかしたら新たな均衡が生まれるかもしれません。まるで、いえ、何でもありません。どうやら私の推測も案外辻褄が合うみたいだね。少なくとも立者と性根覚醒者の間にそういう陰陽のような関係が存在するかどうかを検証するべきだと思います。それって私たちのメンバー構成が自分たちを閉じ込める原因になってたっていうことかしら？あくまで一つの推測です。ですが検証するのに大してコストはかかりません。そうですよね、ブローニャさん？確かに、その仮説に合うように手分けして行動すれば簡単に検証できるはずです。ではやってみますか。問題ないよ。ずっとここに閉じ込められたままでいるよりマシだし。ええ。じゃあ私はデュランダルと組むから、あんたたちは3人でそれぞれ違う方向に進んでみよう。でもその後はどんな方法で連絡したらいいのかしら？ここの空間の変化に一定の法則がないなら、私が雷の律者の力を使って二人に呼びかけた方がいいかしら？確かにそれも一つの方法ですが、キアナさん、これを。これは私たちがカロスタンで使ったゲニウス？はい、どんな状況でも大体はこれを使えばお互いの位置がわかります。メイさんの手段も加えれば、ええ、問題はないはずです。では実験を始めましょうか。やってみましょう。よし、この距離なら十分なはずです。キアナさんに連絡してみましょうか。もう少し距離を置かなくていいの？実験には慎重さが大事です。何しろどんなことが起こるか誰も。
したの？キアナさんのゲニウス、どうして機能していないのでしょう？どうやらまた不慮の事故があったみたいなのです。あんたは？シュレーディンガー博士？正解なのです。ですが、私の声が聞こえるということは、あなたたちのいる空間がまた不安定な状態に戻ったという意味なのです。つまり、それがキアナさん側の信号を受け取れない原因ですか？簡単に言うと、そうなのです。ちょうど少し前にいろいろ調査を行ったのですが、結果を聞きたいなのですか？もちろんです。でも今はキアナさんたちの状況を確認することの方が大事です。その短気さは昔と変わらないなのですね。大丈夫なのです。あなたが心配していることも、私の話したいことも、同じ根源を持っているなのです。それって私たち性婚覚醒者の存在自体が性婚計画を広げる手助けとなる、つまり礎石になってしまうという話ですか？なるほど、そうなのですね。その後のあなたたちを見る限り、ネガティブな情報をあなた一人だけに伝える必要はなかったようなのです。ねえ、二人は一体何の話をしてるの？私たちが前に口にしていた月が支配する世界の泡は地球と関係がないという話を覚えているなのですか？実は天文学から考えると、天体が空間を支配できるのはそれが引力の中心にある時だけなのです。宇宙にとって天体は壁にある画鋲のようなもの、いわゆる虚数の末梢をこの銀河という上に固定しているなのです。そしてこの壮観な図形を拡大してみると、地球の近くでいくつかの穴が現れているなのです。穴？その表現は虚数特異点のことでしょうか？そうなのです。引力特異点が現実でブラックホールを形成したように、虚数特異点も上辺の現実を引き裂き、世界の本質を赤裸々に暴くなのです。それに比べてあなたたちのような性婚覚醒者は逆に、すでに引き裂かれた現実の上に現象という名のパッチを生み出すなのです。現象ですか？長光さんが考えた当初と何か関係があるのでしょうか？この言い方は少し省略しすぎているなのです。具体的に言うと、私の言う現象を本質の間にある関係だと思って構わないなのです。律者の天性は単純なことを極端にすることなのです。そして性婚覚醒者の天性は異なるものをつなげ、この世界にない新たな何かを発展させることなのです。人生は橋で、その偉大さは目的とは関係がありません。正午、夕方、夜明けをつなげ、その過程で意味をどんどん広げていくのです。
この言葉のようにでしょうか。自由意志という視点から考えると確かにそう理解できるなのです。今の言葉だけで考えると誰もが自分自身の人生の創造者であり謎を解くものであり救うものでもあると願いたいなのです。少なくともあなたが見たように人間性を持つ律者たちは多かれ少なかれそれができているなのです。ところで今の最優先事項は人生の意義を分析することではないなのです。私が伝えたかったのは成功を背負った人たちは生まれながらにして網を編み出す雲なのです。そして成婚計画は大きな網なのです。ただその網はまだ新しく人々の夢と成婚覚醒者の存在を用いより複雑な現象を編み出す必要があるなのです。皆さんの主観的な意思とは関係なく、それが私が以前ビアンカさんに話したとても悪い知らせなのです。なのにビアンカさんたら、そうだとしても仲間と一緒に正しい方法を見つけて危機に立ち向かうと言ってきたなのです。まあ捨てる神あれば拾う神ありとも言うし、羅針盤博士にも何か発見があったんでしょ。羅針盤博士、まあいいなのです。あだ名は気にしないなのです。とにかく成婚計画は網を編み出すようなもので、律者たちはその未完成の網を燃やす炎のようなものなのです。だからこそヨルムンガンドは成婚計画の初期段階であらゆる律者コアを封印したのですね。はい。そしてその一方、もし律者が己の力をいくつかに分けて使用できるなら、その力も別の網を作ることができるなのです。引力の影響で物質が太陽系を形成したように。とにかく成婚覚醒者と律者は磁石の両端のようなものなのですか。その表現は正確とは言えませんが、あなたたちにとっては理解しやすいかもしれないなのです。例えばキアナさんのゲニウスがなぜ機能していないかというと、それは別れた後の彼女たちの時間がほとんど流れていないからなのです。え？彼女たちの時間が流れていないなら、私たちの時間が急速に流れているのですか？はい。それが先ほどの簡単に言うとのより複雑な内容なのです。この成婚計画に関係する特殊空間の中では、あの三人の律者から離れると虚数空間の中でのあなたたちの距離はおのずと倍になり、その結果時空が異なってしまい、彼女たちからゲニウスの信号を受け取ることができなくなるなのです。もし私たちが出発した地点に戻ったら、彼女たちは少し離れただけで大した距離を歩いていないと気づくはずなのです。彼女たちが持つ虚数空間に影響を与える律者の力は二人の体内で覚醒した成婚を超えている。少なくとも向かい合う時は距離を縮められるなのです。それは朗報ですね。少なくとも元の道をたどればその分析結果を彼女たちに教えることができます。
じゃあその後は？羅針盤博士の話だと、結局私たちは彼女たちと手分けして行動しなければいけないんでしょ？片方がプラスで片方がマイナスなら、さっきの終わらない迷宮をぐるぐるすることになるんじゃないの？確かに。ですが、それは私たちにとって一つのチャンスでもあります。では実験を始めましょうか。ええ、やってみましょう。あ、もう二人の姿が見えなくなりました。二人とも歩くのが早いね。どうかしたの、メイ先輩？何かがおかしいわ。私たちはそんなに歩いてないのに、どうして彼女たちは。あ、戻ってきたみたいです。本当だ。なんでだろう。私たちは即戦即決してまた戻ってきました。先に言っておくけど、これから私たちがしようとしてることを聞いたら、あんたたちは絶対びっくりするよ。私たちはこの足で地球に戻ることにしたんだ。ええ、結論だけ話すと、確かに私たちは徒歩で月から地球に戻ろうとしています。え？バカバカしい話だということは十分承知していますが、具体的な理論と分析は以上です。私たちが十分な距離を取れば、律者のあなたたちは簡単に迷宮を出て現実の月に戻り、最深部に行けるでしょう。でもその場合、あんたたちは。月と地球の直線距離は38万キロあります。たとえ律者以上の身体的な素質があったとしても、どうやったらその距離を超えられるのか理解できません。そんなの、もちろん崩壊エネルギーを使うんだよ。はい、私たちは成婚計画自体の力を利用しようと思っています。今の話通り、成婚計画の力はある意味律者と成婚覚醒者の間に相反する影響をもたらします。今の私たちが受動的に成婚計画の網に協力しているなら、この迷宮自体も地球を支配する成婚計画の中枢の何らかに属しているはずです。どうして？前にも話したことがあるのですが、月の周りの空間構造が安定しすぎているせいで、シミ消しを展開できなかったことがあるのです。そういった状況では、成婚覚醒者でも今の私たちのように自発的に周りの虚数空間を拡張することはできません。また別の角度から見れば、ヨルムンガンドの虚数空間の操作はかなり慎重ですから、私たちが今いる場所は実用性のないただの派生空間ではないのでしょう。もちろん今のはあくまで直感による推測ですが、本当の証拠は実はこれにあります。
これは私たちが先ほど趣味消しで補足した情報の投影です。これが私たちの地球から来ているのは明らかです。中には私たちのよく知っている駅、町、広場、公園、海岸などなどがあります。この雑然とした馴染みの情報は私たちからそれなりに近い場所にあります。洪水のように月に集まり、何らかの加工を経てまた地球に戻されています。つまりね、聖魂覚醒者である私たちはこっそり聖魂計画に便乗して地球に戻って、そこで助けられそうな人を探せるんだよ。はい、それは便乗で遡ることでもあります。とにかく神殺し走行の推進システムで48時間ほど飛行すれば地球付近の虚数領域に着くはずです。その後趣味消しの力を使って実数空間まで浮上し、今の地球の状況を把握すればこれからの行動を決められます。シュレーディンガー博士の観測によると、天命本部は聖魂計画の影響を直接受けてはいません。つまり長光さんたちはすでに投書作戦を始めているはずです。あ、投書作戦とは天命がこの半年間で集めた各種の資料をもとに開発した試験的な技術のことです。簡単に言うと、世界の泡から来たいくつかの技術を使うことで虚数側の直接攻撃から個別の地点を防げるんです。もちろん終焉の立者と聖魂計画も含めて。つまりその影響範囲が世界全体じゃないから、今までデュランダルはその話をしてなかったのかな。でももしケビンが二人の行動に気づいて干渉しようとしたらどうなるの？私たちは最初の皆さんのように封印されるでしょう。しかし聖魂計画がすでに起動している今、ヨルムンガンドはその通路自体に小細工をしないはずです。ですから気づいたとしても私たちに細かく干渉できない可能性の方が高いでしょう。つまりそれを逆手にとって彼らの慎重さを利用するの。なるほど、確かに試す価値のある方法に思えるわ。ええ、とにかく現状を変えられない、それこそが最も恐ろしいことです。でも私たちも立者として自分たちだけの戦い方を見つけないと。ところで実は3人にとって有益な情報がもう一つあります。シュレーディンガー博士の観測によると、私たちが行こうとした最深部に、彼女なりの言い方で表現すると燃え尽きた不動点があるそうです。終焉の残骸でしょうか。関係あるかもしれません。ですがその燃え尽きた不動点は二重に機械改造されているようで、シュレーディンガー博士でさえ不思議に思っていました。博士曰く、残骸としては終焉の一部の特徴と一致しますが、ワームホールの一部の特徴とも一致します。つまり遥か昔に誰かが終焉の力を使って地球と月の間に虚数通路を構築したのかもしれません。
とにかくそれをきちんと利用できればもしかしたら成婚計画の弱点になるかもしれませんね。とはいえ終焉の力を軽率に刺激できませんが、ギョルムンガンドの成婚計画や天命の未熟な当初作戦より、今私たちがすべきなのはみんなにとって本当の意味で積極的な運命を見つけ出すことです。積極的な運命、自分の意思で自分が決めた目標に向かって自由な方法で自分が主役の人生を全力で歩む、そういうことかしら。素晴らしい言い方ですね、ライデン名さん。これはエリシアが私たちに残した言葉なの。彼女は5万年前のケビンの仲間で、終焉が降臨する前に犠牲になったけれど、なるほど、わかりました。もしかしたらヨルムンガンドは、いえケビンは誰よりも私たちが成婚計画を乗り越えられることを期待しているのかもしれません。そうですよね。ええ、とにかく自分の愛する世界がいわゆるルールにもてあそばれる姿をただ見ているわけにはいきません。突然始まった成婚計画にペースを乱されたけど、セーフレイヤー、ネゲントロピー、それから天命、みんながまた集まることができたらと他のプランを超えられる、終焉を乗り越える方法を作り出せるって信じてる。ええ、地球に戻れたらそれが可能になります。テスラ博士や長光さんがここにいたらきっと彼女たちもそう思うでしょう。なるほどね。この二人が本当に考えてるのはおそらく、はいはい、デュランデル、科学者の仕事は科学者に任せよ。とにかく私たちはそれぞれ地球に戻る方法を探す、それが今の最優先課題でしょ。確かにここで時間を無駄にするのは下策です。そうですね。とにかくシュレーディンガー博士曰く、二人が十分に離れた後にキアナが空の律者の力を使えば、ブローニャたちを現実の月に戻せるんですよね。うん。そして不可のことに関してはあんたたちに頼むしかない。その時皆さんはケビンと対峙することになるでしょう。彼は勝てない敵ではありませんが、このタイミングで決戦を迎える必要もありません。ええ、私たちの最優先課題は地球で合流すること。それに私は信じてるわ、ケビンは私たちの敵ではなく競争相手だって。これが一つの試合なら前半はまだまだ終わってない。そうだよね。はい、一時的な勝負は重要ではありません。私たちの目標は最後に勝利を手にすることです。では皆さん、また。
お互いに頑張ろう。はーい、はじめ。うん、はじめまして、天命の S 級バルキリーちゃんたち。はい、よろしくお願いするなのです、ラムダ。誰？ AI、ハイペリオン・ラムダ。あの時、ゼーレさんが会った謎の人物ですが、彼女のことを信じて構わないなのです。それって、テレサ司教の戦艦に搭載されたあの人工知能の名前では？英語を回帰する沈まない船。確かにあれは私が誕生した源の一つだけど、彼女と私は独立した二つの存在だよ。私の名前にはラムダがついてるからね。私の理解が正しければ、二人は聖魂計画のエネルギー中枢を使って地球に戻ろうとしてる。そうでしょ？ええ、地球に戻るたびに便乗するつもりでしたら反対はしませんが。神殺し装甲は崩壊エネルギーがあれば機能するからね。聖魂計画自体の通路を通って一般人を一人多く連れていくのは別に大変なことじゃないし。ご厚意感謝するよ。でも英語回帰という言葉のように、私は疑似時間結晶で生きる命だから、聖魂計画の中ではみんなよりも自由なんだ。それならあなたがこのタイミングでここに現れたのは私たちに何かを教えるためでしょうか？正解。あなたたちはゼーレちゃんの説明を聞いて、歴史上で終焉は何度も発生してるって事実を把握したはず。実はその話をベースにした新情報があるんだ。キアナちゃんたちの帰還を迎えるために地球で準備作業をするあなたたちの助けになるはずだよ。結構いろいろ知ってるんだね。羅針盤博士が教えたの？いいえ、彼女はあなたたちが地球で再会する未来を観測したなのです。それは彼女がゼーレさんに地球に戻る方法を言い渋った理由でもあるなのです。あの時はまだ木が熟したとは言えなかったからごめんね。待ってください、未来を観測ですか？だって聖魂計画では何もかもが未来で起こるから。あ、この言い方はちょっとわざとらしかったかな。技術っていう視点で言えば、私の存在のあり方はゴージャ計画の中の趣味消しに類似してると思って構わないよ。何しろ時間結晶は、最もわかりやすく言うと循環する時間のことなんだ。もちろん厳密に言うと循環は私たちの惑星には存在しない。時間結晶もただの疑似だから。運命の糸も終焉の輪廻も不自然なメカニズムだよ。そのメカニズムに抗うために作られた聖魂計画も同じ。とにかく
終焉の力を奪うとき、聖魂計画はその時間の属性を継承するの。聖魂計画を構築中は、その時に限って地球の時間が非線形の状態になる。すみません、その説明に少し追いつけていません。あなたの存在のあり方は趣味消しと類似している。それは一体どういうことですか？つまりね、私は疑似時間結晶の一部だから、理論上聖魂計画のあらゆる未来を見ることができるの。もちろん観測にもエネルギーが必要だから全知全能の存在じゃないけど、人類は時間の流れを考慮し思考するでしょ。それに聖魂計画の時間はもともと非線形だからこそ、全ては未来に起こるし、私はこんな風にできることをしてあなたたちを助けられるの。その過程は、うん、まるで夢を見てるみたいだよ。夢？夜になり夢の世界に入った時、私たちは役者になってそれぞれのステージで役を演じる。昼間はどう？昼間の私たちは現実世界でその役について勉強する。そしてあなたが劇場に来たのは役を演じるためではない、私たちの演出を見に来たのよ。終焉にとっても聖魂計画にとっても世界は一つのステージに過ぎない。ただ前者は物語の結末に、後者は物語の続きに重きを置く。人のポジションはそれらにとっては大して重要じゃないの。人にとってそれは苦しい結果だよね。でもそうなる原因は相手が人を気にしないからじゃない。むしろ逆に、そういう原初的な力が私たちを包容したいから、人類以外の概念で一人一人を愛したいから。かつての起源は終焉を裏切り、聖魂計画もどうしようもない最悪の計画になったの。つまり人自体を消すことになるとしても、少なくとも聖魂計画は人の物語で、人類の文明にステージを提供しようとしているということですか？いい感じに要点を押さえてるね。じゃあ、あなたは？あなたは人類とは存在のあり方が違うのでしょう？でも私はみんなに自分の物語を持ってほしいと思ってるから。出てこられた。あとは
まずい。どうしたの？委員長の気配が消えた。月の律者は？彼女の痕跡もないよ。では、ブローニャたちは一歩遅かったんですね。ケビンが委員長に何かをするはずがないと思いますが。行きましょう、ケビンに会いに。誰？ごきげんよう。勇敢な少女はどんな時でも素敵よね。あなたは？あなたたちの心の中にはいろいろな疑問があるはずよ。私はその疑問に答えるためにここにいるの。私はあなたたちの疑問に一つずつ答えるわ。心配しないで。我が孫子は邪魔したりしないから。みんなの力になりたいの。だからその前にここでしばらく休みましょう。おかしい、この人は。やっと会えたわね。私の考えが正しければ、あなたが成婚計画を推し進めた張本人、ウサギよね。あら、以前の初対面は慌ただしかったのに、まさか私のことを覚えてくれてるなんて嬉しいわ。でもメイがすでに私のことを知ってるなら、用意した自己紹介も簡単なものに切り替えるしかなさそうね。その通りよ。私のヨルムンガンドでの幹部ネームはウサギ。担当するプロジェクトは成婚計画。そして名前はミステル。ミステル・シャニアテ。シャニアテ？ええ。でも私は人間ではなく、シャニアテの精魂の一種の結晶なの。あら、精魂の結晶とは何か、あなたたちもよく分かってないようね。でも焦らないで。遠路はるばるここに来たのに、まだこの終焉のクレーターの景色を見てないんでしょ？歩きながら話しましょうか。それは。ところで、あなたたちはあの不可の安否が気になっているのよね。安心して。孫子は彼女の戦闘能力を奪ったけど、それは一時的なものよ。傷つけたいと思ってるわけじゃないの。そういえば、雨はもう嫌いじゃないの？むしろ。
ないと？彼女ならお姫様っぽい衣装を渡してくれると思ってた。